これは日本の養豚場の様子です。もしあなたが理由なく立つか言われたくないかを拘束されたら何とに耐えられるでしょうか。日本のスカルタは人気の民衆ソウルという檻に拘束され中国の自由を奪われています。彼女たちが目の前の鉄の棒を噛み続けたり、食べ物が口の中に入っていないのにもぐもぐと口を動かし続けたり、お尻を突き合ったり、異常行動を起こしています。何もやることのない永遠に続く期間は、本来の豚は体重の 75% の穴を掘ったり餌を食べたり乾燥したりして確認するということです。しかし自分の体の大きさとぴったりの大きさしかない檻に拘束された豚たちは歩くことも大好きな泥浴びも日の光を浴びることも仲間との触れ合いもできません。この豚の拘束地域はあまりにも残酷で生産性も高くはないため、ヨーロッパ、北米、南米、東南アジア、東アジアの大手食肉企業が廃止を宣言し、EU をはじめ複数の国が拘束に従事しました。日本企業だと取り残されています。この拘束された豚から生まれた子豚たちは麻酔なしで尻尾を切られ、なしで腹に引き込むように切除され、歯を切られます。痛みで動けなくなる子豚もいます。この麻酔なしの体の切除が欧米では廃止に向かっていますが、日本ではそうではありません。日本の養豚場は過密飼育が横行しており、20% の養豚場が豚にきちんと横たわれるスペースすら与えていません。最後に殺虫に運ばれる豚たちの姿です。彼らは暑さにあえいでいます。ガンガンを打ち当てられ、殴られ、切られています。豚たちは飲水設備がなく、豚たちは仲間の糞尿を飲んだり、糞尿を洗い流した糞尿まみれの水を豚から舐め取ります。最後の日に新鮮な水すら飲ませてもらえないまま、恐怖の中喉を切られ殺されるのです。これは日本の養豚場の様子です。もしあなたが理由なく立つか座るかしかできない檻に拘束されたら何分耐えられるでしょうか。日本の母豚は一生妊娠ソウルという檻に拘束され、全ての自由を奪われています。
OK, OK. Please.